日本千葉県市原市高滝高滝は千葉県市原市南部の鴨地区にある大技。郵便番号は2900555。高滝公民館や高滝神社のある中心集落は養老川をせき止めて作られた高滝湖に突き出た半島上の地形の上にある。大技高滝は高滝湖の東側にも広がっており、鴨橋で結ばれている。北は大和技。 東は山尾川、南は腐入、西は養老と接している。また、大技高崎にはいくつかの飛び地が存在している。高崎地区は、近世には、和佐国市原郡に属する宮原村、鴨村であった。なお、高滝は中世以後養老川上流域を指して、用いられた広域地名で、鎌倉時代の斜石集に見られるのが初見であるという。 高滝神社は、白宝年間にはすでに所在していたという古い神社で、鴨社を祀っていたために尊名を、鴨村と改めたと伝える。宮原村の宮原五郎左衛門家は、天正年間に、里見義寄から、開発地の所役を免除され、江戸時代を通じてその権利が認められていた。1876年、宮原村、鴨村が合併して、鴨滝村が発足した。 1889年の町村政志向に際し、高滝村、養老村、本郷村、大和田村、久保村、外部、田村、駒込村、山口村、舟入村が合併して新たに編成された高滝村の一部となった。高滝ダムは養老川の治水と上水道、農業用水取水のために設けられた千葉県営の多目的ダムで、1958年に、 ダム候補地の選定が行われ、1990年に完成した。119世帯291人全域が、市原市立鴨小学校及び、市原市立鴨中学校の通学区域になっている。高崎駅、小港鉄道、小港鉄道線が通過し、高崎の地内には高崎駅が所在する。ただし駅出口は、養老地区側にのみ開かれている。 ありがとうございます。